ちょっとノクティス君と待ち合わせしてんのに全然来ないじゃん。あ、なんか LINE でボイスメッセージ来た。なんだろう。待たせて悪いな。もうすぐだ。はよ来い。それじゃあね、今回ノクティスをリーダーで使って百花繚乱法をやっていくんですけど、こいつスキルがですね、闇光の同時攻撃でダメージを半減、攻撃が11倍にコンボ加算固定値ダメージ、闇属性の全パラが 2.2 倍と。でこいつスキルがですね、1ターン内で76番面ロック解除、光闇回復を4個ずつ生成が4ターンで打てるということで結構強いよね。でちょっとこいつの名前見てほしいんだけど、託されし未来のノクティスで、スキル名が待たせて悪いな、もうすぐだと。未来の王が遅刻すんね。でフレンドは仮面ライダーリバイス使っていこうが、結構相性いいんだよね。こいつがリーダースキルが闇光回復の同時攻撃でダメージ半減26倍3コマ加算、悪魔と攻撃タイプの HP が 2.3 倍と結構相性いいよね。でスキルが一旦の間チーム内2体攻撃の王者攻撃と回復が上昇、ランダムで光闇回復を4個ずつ生成ということで、スキル名が湧いてきたぜ。風呂か。それじゃあね、準備できたんで早速やっていこうか。これまず仮面ライダーリバイス使います。オッケー、じゃあやっていこうか。これね、リバイス、ノクティス、リバイス、ノクティスみたいな感じだったらループできるんでね。オッケー、さあこれでやっていって、さっきね、動画撮ってて、なんかよっしゃそれじゃあやっていこうかってね、動画撮ってたんですけど、録画ボタン押してなかったわ。何をやっとんじゃ僕は。なんかね、ただ何も存在しないものに喋りかけていた、うる独り言、すごい独り言。オッケー、さあやっていこうか。これね、まずこれ火力ご覧ください。左のノクティスをめちゃめちゃ火力出るんでね。いや、いいね、めちゃめちゃいいもん。これ攻撃がバグってるから、なんかこれ7強にしてきました。最初全パラにしてたと思うんですけど、やっぱりこっちの方が火力出るかなみたいな、そんな感じで。オッケー、さあで、あぶねー。いやダメだろ。いや待って、終わってる、すごい終わってる。ただ相手4ターンだわ。これ耐久します。これこれなんかちょっと遠くから見守り系男子で。オッケー、さあこれでいいよ。でラストターンでこれ突破しようか。いいんじゃない。でこれ仮面ライダーリバイス使います。オッケー、光か闇だから光つなげようか。光を5個以上つなげて消すといいんだよね。オッケー、じゃあここでこう組んで、なんかパズル下手だな。オッケー、こんなんでいいんじゃない。めちゃめちゃいいよね。オッケー、さあこれでようやくクリアして、いやクリアはしてない、全然クリアしてないよ。オッケー、さあこれで突破していいんじゃない。逆にルシファーの方が強いまである可能性あるからね。オッケー、さあこれで、いやいいパーティー結構組めたんじゃないと思ってるんですけど、これ76のね盤面も返せるしみたいな。オッケー、でここはこれ使うか。ノクティス使って、それで悪いな、もうすぐだ。でルシファー使います。オッケー、これで殴っていこうか。めちゃめちゃ相性いいよね。光をここに置いて、でここでこう組んでいこうか。なんかさ、今日バチクソに指紋取られるんだけど、すごい指紋取られてる。なんか、ま、最近毎回動画で言ってるような気がするんだけど、最近なんかやたら指紋取られるんだよね、ゲームに。オッケー、さこれでいいか。いいんじゃない、めちゃめちゃいいと。4つ消し、これ回復力足りてる、足りてるかな。これすごい怖いんだけど、足りてるかしら。ギリギリ、すごいギリギリ、あっぶね。オッケー、さあこれで、いや危ないね、これ結構ギリギリなんだねこのパーティー。あれだもんね、確かにリバイスが HP に倍率あるだけで全パラで回復力ないかなみたいな、そんな感じか。オッケー、でこれ使います。なんかさ、さっきなんかテレビ見てたんだよね。でなんかサンマのまんまっていう、なんかサンマさんのなんか番組見てたんですけど、なんか橋本環奈さん出てたんですよね。橋本環奈さん、おおと思って、僕最近テレビ見てないから、久々にね、なんかテレビで橋本環奈さん見たなと思ったら、なんかね、サンマさんが橋本環奈さんのことを、いやお前橋本、いや橋本それって、橋本呼びなの、橋本環奈って橋本呼びなの。なんか僕の中ではさ、なんか芸能人ってなんかフルネームで呼んじゃう節があるんですよ。ちょっと分かる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、もうすぐなんか、いやでもさんまさんはさんまだな、となっても、いやでもなんかあるじゃないですか、なんか吉沢亮とか浜辺美波みたいな、なんかそんな感じなんだけど僕の中で。ただなんか橋本環奈ってテレビ出てる時、なんか環奈ちゃんとか言われてなかったっけ。橋本呼び初めてなんだよ。橋本で呼ぶ、いや呼ぶか。いやまあまあまあ確かにね、なんか環奈ちゃんでね、なんかそんな急に距離詰めてくんなよみたいな感じは思われんのかな、今の時代。もうすごい怖いよね、どれがセクハラになるか分かんない時代みたいな、そんな感じで。うわー厳しい。これ使います。でこれ使おうか、泥気は入るね。でこれなんか光が、あ、じゃあね、闇が、6つあったら、あれなんですよね。かかります。これでいいか。
OK! さあこれで、あのこの獣医があれなんですよ、あの闇ドロップが盤面6個以上あったら全ドロ強化もありつつ、あのダメージ無効できるんで半分いけ。あれ全然ギリギリ、全然じゃない、もうこれもういてよくない、もうこれもう剣牛の攻撃でもいくだろう、もうこんな。これ使って待たせて悪いな、もうすぐだ。いいね、マジノクティス結構良くないね。僕ノクティスのこの性能結構お気に入りなんですけど、で、あとさ、そのさんまさんの番組見てて、なんかあの藤岡弘さん知ってます皆さん。光消えてる、光消えろ、光待って、やばくない、これすごいやばい、待って、いやちょっと待ってください、兄貴よ、ちょっと待ってくださいよ、バカ野郎。ようやく戻ってまいりましたよ。あの後何回負けたんじゃい、めっちゃ負けたわ、あの後何回やり直したと思って、もう負けたくない、もう絶対に負けたくない。これ使います、でこれ相手の軽減剥がしました。これあいつ最初なんか 75% ぐらいなんか軽減してたんで、それあの耐久して待ちました。でここで、あ待ってください、ここで光組んで、いやマジ大変だったね、すげえ、もうどんだけやらせんねんみたいな、もうめちゃめちゃやったわ。でそう、なんか話したいことあったんですよ。そう、そのさんまのまんまっていうさんまさんの番組で橋本環奈さんがなんかゲストだったんですけど、なんかもう一人ゲスト来てて、それが藤岡弘さんだったんですけど、藤岡弘さんってあれね、あの初代仮面ライダー、仮面ライダー1号の俳優さんなんですけど、なんかねすごいなんか美人の、なんか結婚してて子供いて、なんかすごい美人な娘さん2人と、なんか息子、超イケメン息子さんがいたんですけど、いや藤岡弘、声渋すぎる、すごい渋かった、え、こんな渋い人いるみたいな、なんかね、どんな感じかっていうと、いやさんまさん、そんなこと言われてもあっあっあっあみたいな、いや本当に誇張抜きで、いやもうそう渋ーみたいな、渋ーみたいな、渋すぎてびっくりしたわ、あんな渋かったっけあの人、いやもうイケメンすぎ、なんかいやなんかもうびっくりしたんだけど、なんかあれみたい、あの人みたい、なんか名前なんだっけ、全然出てこない、誰だったっけ名前出てこない、あの人、ごめん出てこない、もう終わりでいいですか、あ福山だ、福山雅治さんみたいな感じだったわ、なんかすごいなんか渋い感じで、なんかすごい優雅貴族みたいな、そんな感じでね、すごいイケメンでもあったんですけど、めちゃめちゃすごかったね、いやもうすごいそんな渋いみたいな声だったけど、でここで組んで、あーこれ見えない、あー間に合わないな、それ闇になったらもらいたかったけど、まあ間に合わないでしょう、 OK 光落とそうか、 OK、 そういいんじゃない、相手はまだね 95% 軽減だから、95% 軽減って、もうパズドラおかしいだろ、ダメージ 95% 減で、なんでこんなダメージ入るんだ話だもん、ね、普通に考えて、もうすごいインフレ。これ使いますね、これ2、あいつね 2ターンに1回しか攻撃しないのがガチありがたくて、ここに光置いて、なんかマジ指紋がすごいんだよね、すごい指紋取りたいみたいな、そんな感じのね、なんかあの団体が僕のところに迫ってきてるんですけど、これでうん、いいね、多分あれだからね、もう4つ石入れたぐらいで乾燥するんで、もうこれノクティスもさ、なんかあんまり火力覚醒ないと思うじゃん、ただ攻撃力がバカなんだよね、すごい攻撃力がバカなもんですから、いやもうこいつあのなんだっけ、全パラ入れたら確か 3万近くあるんだけど、全パラ抜きでも確か2万ぐらいはあったよね、確か忘れました。なんでね、ガチ強くて、うん、もうね、言うんだったら覚えておけ、絶対に言うんだったら覚えておけ、全然忘れました。でここ回復いただいて、まあこんなんでいいでしょう、オッケーさ、相手光属性になったから多分これでいけると思います。めっちゃ暗い、汚ねえな場面、暗闇かつお邪魔かつあの消せないね、汚ねえ、すごい場面汚ねえなこれ。スクイー、これ裏にねあれ継承してるんで、これなんかちょっと止まりやすいんだよね、だからなるべく早く使いたい、うん、早速使っていいよみたいな感じにされました、これ使います。で待たせて悪いな、でこれ使って、もうすぐだ、でこれ使おうか、オッケー、回復力足り、まあ泥強したからいけるか。ここにこう組んで、ここにこう組んで、いやいいんじゃない、すごいタクティカルパズル決めちゃってますけど、見えないんでこれで、すごい闇つながってる、つながる希望すぎるんだけど、家族の絆がすごい広がってたんだけど、うわー全然いかないな、あただ吸収がいい色してる、うんうん、
ここリバイス使おうか。ああ相手ロックしてくんのか。これリバイスがねこう弱い点として、リバイスロック解除ないんだよね。こうランダムなんだよね、ただの。だからそこがねこういつか基地取ってるか、なんとかと出るか、なんとかと出るかみたいな、全然分かってない、だんだんなんだですよね。なんでここで光こう組んで、うわお邪魔消したすぎる。まあまあまあしゃあないか。これで、うん、こう半分いってほしいね。このルシファーとリバイスがあれなんだ。うわ勝った、勝った、めっちゃ硬いんだけど、すごいかっこたる気持ちがこいつにはある、俺には負けられないみたいな、そんな感じをね、多分こいつにもいるんだろうね。この家族が、この赤ちゃんと、いや息子子供となんか嫁がいるみたいな、こいつちょっと男か女か分かんないけど、これでこうでいっか、いいんじゃない。ああ今闇できなかったけど、まあこんなんでいいね、すごい安定感だけはあるんだよ、ね、これさちょっとノキティス、まあ、ちょっと違うけどあれっぽい使い方できるな、柴達也みたいな。あいつも3体でいいんだよね。ただこいつ変身キャラじゃないってその利点はある。溜まりました、溜まってません。バカ、すごいバカ、バカ、これ使うわ一回で、ドロリフ一旦溜まったのでかすぎありがとう、すごいありがとう。これ危ねえ、今1個もなかった、若干怪しかった。もうすぐだで、相手に吸収されまくると、すごい、もう相手ねえな、もうなんかもう今日バイキングかなみたいな、そんな感じやね、こんなに吸収できるなんて、すごいありがたすぎると。これで、うん、まあまあまあいいんじゃない、これあんまり吸収されないぐらいで、めっちゃ吸収される。あもうすごいタクティカル、めっちゃ吸収されたわ。あいいね。ここは全然いいよ。これね、なんか逆にこのなんか道中でゼウスがルーレット1個作ってくれたのガチでかすぎ。これ使います。でこれ半分いかないかな、これ使うか、使います。でこれ半分まで持っていって、で後々考えます、すごい後々で。ゲップ出そう。ここで組んで、こうバン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 、バン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 、ここでこうか、こうか、こうか、よし、あぶねえ、闇がね通面になってなかったからギリギリ気づくこの思い、オッケー、さ青春決まりました。オッケー、これで突破する半分まで、いいんじゃない、すごいよ。いい色、すごい色、もう一生それだけやってろ。これ使います。任せて悪いな、もうすぐだ。暗闇がやばすぎる。これルシファーのあれ十字入れようかな。そうだね、ルシファーの十字入れ、あもう変わんないか、もう11ターンだったらその前に倒せると思うんで、もう関係ない、行こう。ここで闇入れて、で回復分かりづらいけど、これ暗闇で組んでる、あぶね、光、いや危ないね今。まあ、こんなんでいいか、オッケー、さあいいよ、すごい今集中しちゃったね、すごい集中してる、これでこうでこうみたいな、すごい僕の秀才クールビューティーイケメンのところがみんなに見えばれちゃいましたと。これであんまりいいやつ組んだ、よし、あんまりいいやつがいい、それでよし。あでもこれ、おあれ、アマドラの裏溜まっちゃいました、これがガチでかい、裏溜まったのマジでかすぎ。これ一回殴って、これもうちょい削ります。いやもうこれ勝ち見えたね、すごい、もうこれが僕が努力とビューティフルサージした結果で、噛みすぎだろ。いや今のなんかめっちゃかっこいいセリフで終わろうと思ったんですけど、でいい、マジ6勝、楽勝ね、6勝、なんか6回勝ちましたみたいなんだけど、これで任せて悪いな、でもうすぐだ、これ使おうか、よし、でその後カリドラ使って終わりよ、オッケー、もう勝つ未来しか見えてない。ここでここか、でここにこうか、でこここうか、でここかこうか、でこここうか、でこうか、うるさい。ここでよし、これでいいんじゃない、これワンチャン倒した、ワンチャン倒してます、これワンチャン倒してるけど、いやいけるかな、今声どこから出てる、すごい枯れすぎだろこれ。いけ、チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。